昔々あるところに子供のない百姓の夫婦があったそうな。二人はもう若くはなかったが、それでも諦めずに毎日子宝が授かりますようにと水神様に願をかけておった。その甲斐あってか、ある日急におかみさんが産気づいた。それ急げ。男か女かと胸を弾ませて、生まれましたよ。我が子を覗き見ると、たんにしでも夫婦は、これは水神様の申し子だとばかり、大事に大事に育てることにした。かわゆいな。二人は早く育ってくれと祈りながら、せっせと食べさせたが、やはりタニシはタニシ、いつまでもタニシのまんまだった。何か喋っておくれと祈りながら読み書きを教えたが、やはりタニシはタニシ、いつまでもタニシのまんまだった。こうして20年という月日がたった。タニシはタニシのまんまだったが、夫婦はジジババになった。今日は長者様のところに年貢米を納める日。やれやれ、生まれた息子がタニシであのうて。人間だったればなあ、今頃わしらに楽させてくれるだろうにな、おんに。とその時声がした。おと、おか、え、は、おと、おか、だ、誰じゃ。タニシ息子だよ。へえ。おほ、長い間苦労かけたな。今日からはオラの才覚で二人に楽させるからな。しゃべったもの言うた。おっと、縄持ってこいや。今度は馬を木の下へ持ってこいや。うん、そうじゃ、木に縄かけろや。ほれ、そうして積めばいいぞな。いやはや、タニシ息子はなかなかの知恵者だった。はい、はい、足元悪いぞ。そうじゃ、そうじゃ、はい、どうぞ。ひひひひひ。タニシ息子はなかなかの馬さばき。これを見て驚いたのは村の者だった。あれ、あの馬誰も手綱取ってねえのによ。何じゃと？タニシが年貢を納めに来たじゃと？いや、これは長者の旦那様、タニシ息子が年貢を持ってきやしたで。今度は魚をどうじゃ？飯を食うか。ん？飯。よしよし。この長者様、タニシ息子が大層気に入りました。どうじゃ、タニシ息子よ、
わしの二人の娘のうちどちらか嫁にせんか。そうすりゃお前はわしの息子じゃ。わしはお前のような珍しい息子を持ちたいと金がね思っておった。どうじゃ。長者様の婿になれば金持ちになって両親に楽させてやれるとばかり喜んで承知した。何、タニシの嫁に行け。バカも休み休み言わねと実のとっさまでもおらひっぱたくよ。姉娘はプンプン怒り出した。しかし気の優しい末娘は、とっさま、ほら嫁に行きます。あのタニシ息子は水神様の申し子だで、波の人よりはきっといいことがあるとおら思うだ。うん、嫁に行こか、タニシのところへ。こうして長者様の末娘がタニシ息子のところにめでたく嫁入りした。おかげでタニシ息子の両親は大層の物持ちになった。この嫁様心優しい上に働き者であったから、年寄り夫婦はそれはそれは幸せでした。こうして一年の月日が経ち、今日は薬師様のお祭りだ。嫁様は谷師亭主を帯の間に挟むと祭り見物させようと村の鎮守に出かけていった。ならばちょっと。お前様、おらちょっと願かけることがあるで、一人で行かしてもらえるかの。あ、いいとも、一人で行くがいい。おらは田んぼの縁にでも置いてくれろや。カラスにつままれんようにな。ならばちょっと。ところがこれを見ていたのが姉娘。うん、タニシ出てこい、餌やろ。タニシ出てこい、餌やろ。カラス出てこい、タニシやろ。カラス出てこい、タニシやろ。ヒヒヒヒ。娘がこれを見て必死の思いで駆けつけた。お前様、お前様はご無事ですかの。カラスどもつつくならオラをつつけ、オラをつついてくれ。だからオラの亭主どもはつつかんでおくれや。危なかった。お
前様は？おらはお前の亭主だよ。嫁様の愛が通じたか、嫁様の祈りが通じたか、タニシは立派な若者になった。こうして二人は手を取り合って商いを始めたが、タニシの亭主と評判になり、大層繁盛してタニシ長者と呼ばれたそうな。